ようこそ、もっくん、プライベートルームへ。どうも、もっくんです。今回は、遊戯王のカード開封を行います。今回、開封するカードがこちら。遊戯王ラッシュデュエル、デッキ改造パック、強襲のダブルスターを1、2、2ボックス開封したいと思います。このカードは2023年1月21日土曜日発売となっております。それじゃあ早速開封していきましょう。今回はハーフボックスということで15パック入っております。パッケージ表面こんな感じ。遊戯王のアニメゴーラッシュは見ていないのでキャラクター名はちょっとわかんないんですけれども、キャラクターが写ってるのと後ろに写っているのはドラギアスですかね。これは前作アニメに出てきたカードだと思うんですけれども、収録されているんでしょうか。裏面がこんな感じで、オーバーラッシュレアカード1種類、シークレットレアカード1種類、ウルトラレアカード7種類、スーパーレアカード9種類、レアカード18種類、ノーマルカード31種類の全67種類となっております。毎度おなじみ、パックのポイ捨てはやめましょう。メイドインジャパン。それじゃ、3パックずつ、ゆっくり開封していきます。それじゃあ行きます。1ボックス目、トランザムライトニング。早急の閃光、ソルシュエール。あ、かわいい。星猫。ザコピー。そして、早急天使、ルーア。サイバーコアトル。かっこいい。ボイドベルグプロトスター。クラッキングクロー。そして、これはスーパーレアカードのギルフォードザレジェンドです。イラスト。効果。毎度おなじみ、イラストと効果が気になるお方は一時停止してご覧ください。ステラマジック。星猫。全部星猫かーい。エンジンの異能者。ダークネピュラ。ダブルレイドラゴンズ。ソレイル。毎回そうなんですけれども、この私、モックンが狙うは、表紙のモンスターでございます。そう、このカードです。さて、当たるのか見ていきます。レッドライザー。レイドベルグファランクス。ゴールデンアイズ、スターキャット。ここで読んでいくスタイル。ミラーディングワイバーン。おー、出た。ザ・スターですかね。ザ・スター・ドラギアス。イラスト。かっこいい。効果。効果じゃなくてテキスト。ドラギアスはやはりアニメで出てきているんでしょうか。異能者。ソルシエール。ダーク・ネピュラ。メルエル。エンマの教習。ジョインテックグレートウォール。スターキャットストライニャー。ベイドベルグブラッドワーフ。バックトゥーザフュージョン。ジョインテックブリキノサウルス。ザクローン。ザコピー。パープルアイズスターキャット。そして、アストロバイオドレイク。イラスト。効果。アドバンスブロック。サイバーコアトル。おお、野生なるバリア。ノラホース。ミラーホースみたいな。カードか。ドルクムーア。早急の証。バイスラッシャー。かっこいい。グリーンアイズスターキャット。ランガ。クロウ。バーボイドベルグプロトスター。からのトランザムロードライナック。シークレットレアですかね。はい、イラスト。国家。レッドライザー。ゴールデンアイズキャット、スターキャット。早急の祈り。サイバーコアトル。クロマトグラファガス。言いにくい。
フランザムライトニングセイル、ドルークアムーア、竜の二重奏かっこいい、バッファードスライム、クラッキングクロウ、ザクロン、レイドラゴンかっこいい、そしてダンクス、スーパーレアカード、イラスト、効果、ダークアイズ、グレイスターキャット。それじゃあ、一ボックスでラストいきます。ファランクス。ダブルレイドラゴンズ。ザ・クローン。ダークネピュラ。ニャンダフルラッシュ。スターキャットストライニャー。ブラッドワーフ。ザコピー。ソルシェエール。そして、早急の一戦、リグレイス。ウルトラレアカード、イラスト。国家。ミラーディングワイバーン。トランザムライトニング、レイドラゴン。イノシャ。最後が、スターキャットデストロイニャー。以上です。それでは、一ボックス目、当たったカードを見ていきましょう。トランザムロードライナック、リグレイス、ザ・ドラギアス、ギルフォード・ザ・レジェンド、ダンクス、ドレイクでした。以上です。それじゃあ、二ボックス目開けていきましょう。さあ、この表紙のモンスターは当たるのか当たらないのか、やっていきます。エンジンリバイバー、祈り、星猫、セイル、バイスラッシャー、レッドウォール、ライズ、ライズアップ、アカシ、ドラゴンズ、ややこしい名前、ダークネピュラ、ワーフ、星猫、クロウ、スライム、アカシ、ドルクムーア、星猫、二重奏、猫、ブラスターキャノン、ダンドラゴン、赤い変態、フランクス、エンダホー、ゴールデン猫、ミラーホースのパクリ、ワーフ、スーパーレアカッド、アルケミカライズサラマンドラ、イラスト、効果、攻撃力も高い。デストロニア、セイル、ネブルン、ゴーデンキャット、クリッキャット、ベイドベルグ、カタフラクトス。これは初めてですね。かっこいい。ワール、ストラニア、ラング、イナディ、ザ・ドラギアス、2枚目、でも、レアリティ違う。エンドリー、クラッチャール、ケツアルコアトル、プロサル、エスキューティー、エスキューティーフランメイ、イラスト、効果、エーテルエスケープ、ドルークムーア、バイバン、変態の融合、ワーフ、これは表紙のモンスターではないですか？確かに表紙のモンスターですね。よし、ということで表紙のモンスター当たりました。イエーイ。イラスト、ザ・ドラギアスター。効果、ザ・ドラギアスが2枚いりますね。今回2枚当たったんでこれは使えます。将来的にアルティメットドラゴンみたいに三つ首になりそうですけどね。よっしゃー、クリア、ノルマクリアです。クロウ、イノーシャ、ソルシェエール、あ、これか、このカードや、このトラップのモンスターのカードですね。やはりかっこいいですね。リュウ、シェーラ、ネコ、変態ブルー現る、クアトル、ソシエール、
そしてトランザムロードライナック。それではターボックス目ラストいきます。ミラーホースのパクリ、イノーシャ、アカシ、アカシ焼き、ライザーン、ロードアームズソードブレイカー、かっこいい。新しいカード、ネピュラ、赤い変態、赤い変態分身、トラディショナルタックス、新しいカード、イラスト、効果。これも新しいカード、宗教の宝衛アルティエラ、トランザムライトニング、ドラゴン、猫、クロウ、天照月光カー、新しいカードで以上です。それじゃあ2ボックス目当たったカードを見ていきましょう。ザ・ドラギアスター、トランザムロードライナック、ザ・ドラギアスシークレットレアバージョン、アルケミカライズサラマンドラ、エクスキューティーフラーメ、トラディショナルタックス、以上です。はい、ということで本日はここまで。今回は教習のダブルスターを2箱開封した結果、この私が狙っておりました表紙のモンスターザ・ドラギアスターが当たったので満足しました。融合モンスターなので素材も必要なんですけれども、ちゃんと融合素材のザ・ドラギアス2体も当たって大変満足いたしました。ドラギアスというモンスター自体はアニメの前作のセブンズで登場したモンスターだったんですけれども、ドラギアスが好きだった方にはおすすめのパックだと思いました。ドラギアス好きの視聴者の皆さん、ぜひこのパックを買ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。よければこのプライベートルーム、チャンネル登録評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。以上、もっくんでした。現場からは以上です。最後までご視聴ありがとうございます。他の動画もありますので、ぜひともご覧ください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。では撤収。